はいどうも、いったんです。今日は負け組 FX トレーダーあるあるということでやっていきたいと思います。はい、ということでね、まあ、FX トレーダーで勝ててない方がやりがちなあるあるをね、今回僕5つね考えてきたので、今からそれをね言っていこうと思います。でこれをね聞いて当てはまるなっていうものがあればね、ぜひそれを改善していただきたいなっていうふうに思います。はい、それではね早速あるあるを紹介していきましょう。はい、じゃあまず1つ目です。1つ目は雰囲気トレードです。はい、これね何かというと、上がりそうとか下がりそうとか、もうそういうね雰囲気だけでトレードをするっていうことですね。トレードをねするときにはね、やっぱりねエントリーには根拠がね必要なんですよ。まあ、トレードはねシンプルに上がるか下がるかを予想するものなので、このね根拠がないとただのギャンブルになるんですよね。でね、ギャンブルになってしまったら、まあ、トレードをしてるというか投資をしてる意味がなくなるので、これはね本当に気をつけてください。で次2つ目です。2つ目はインフルエンサーに流されるです。まあ、投資系のインフルエンサーってツイッターにね結構多いんですよ。でまあ FX トレーダーはあんまり見ないかな。どっちかというと株とか仮想通貨のインフルエンサーが多いイメージなんですけど、まあそういうねインフルエンサーの方たちが、まあ、いろんなねツイートとかをするわけですよ。例えばねドル円上がりそうとか、そういうねツイートをするわけですよ。そしたらね勝てないトレーダーはどうするかというと、おこの人が上がるって言ってる、じゃあドル円ロングしようとか、そういうことをねやっちゃうんですよ。まあ、他にもねドル円をじゃあロング持ってましたと、でもインフルエンサーの方が、あドル円そろそろ下がりそうだなってツイートをしました。そしたら、え下がるの、じゃあこのポジション決済しとこうって言って決済をしてしまうとか、本当にねこれね負けてるトレーダーの人あるあるです。まあ、そもそもねそのインフルエンサーの人たちが全てのねポジションをツイートで公開したりとか、まあ、そんなことするわけないし、あとねそもそもね時間軸が違ったりとか、あとチャートって常に動いてるものなので、こう1分後にはねその目線が変わってるとかっていうのもね多々あるんですよ。そうなのでね、そういうインフルエンサーの人のツイートとか、まあ、そういうのにはね絶対に流されないようにしましょう。はい、それでは次3つ目です。3つ目は損切りができないです。はい、これね多分負けてるトレーダーの人たちね全員やってます。そもそもね損切りができない人っていうのは絶対にね勝てません。でねこれに関してはプロスペクト理論っていうものを勉強してほしくて、まあ、ちょっとねここでは説明しないんでね、知らない人はねぜひググってください。じゃ例えばねロングでエントリーをしましたと、でもそこから、ね、下がってきて含み損になってきました。そしたらねどう思うかというと、うん、ここだったら全然まだ戻ってくるから大丈夫だよって思うんですよ。まあ多少の含み損はね誰でもあるんで大丈夫なんですけど、そこからねどん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 下がってきて含み損の額がどん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 大きくなってきました。そう、そうなった時にね負ける人はどう思うかというと、やばいこんなに含み損が出たからもうここで損切りはできない、戻るの待とうっていうふうに思うんですよ。で結果そこからどん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 下がっていってロスカットを食らって資金溶かすみたいな、もう本当にねこれで退場するトレーダーとか多いので、まずね損切りはね皆さんできるようになりましょう。はい、続いて4つ目です。4つ目は取り返そうとしてロットを上げるです。まあ、これもね例を出して言うと、じゃあ100万円でトレードを始めましたと、で最初ちょっとね負けが続いて90万円になってしまいました。そしたらその10万円をね取り返そうとしてロットをね上げてしまうんですよ。でこれって資金が減ってるのにもうロットを上げたらねその分リスクが大きくなるんですよ。もうこれはね最悪のパターンです。どん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 損失を膨らんで、これもね資金を溶かします。でこれね最初ね僕が勝ててなかった時はこれをね一番やってました。絶対にねロットを上げても取り返せません。資金を溶かします。なので皆さんこれはねぜひ気をつけてください。で最後5つ目です。5つ目は感情的になるです。はい、トレードはね絶対に感情を入れてやってはいけません。まあ、よくねトレードをするときはロボットになれとか言われると思うんですけど、これはね本当です。ロボットになった気持ちでやらないとトレードは勝てません。まあ、っていうのもねその感情を入れると結局ね大口まあ、相場をね動かしている大口の人にその感情をね操られてるだけなんですよ。まあいわゆるね養分トレーダーになってるわけなんで、感情っていうのはね絶対にトレードするときには入れてはダメです。でこれね特に中期とかのスイングトレーダーの人にありがちなんですけど、まあ、僕もね実際スイングトレーダーなんでちょっとねその気持ちわかるんですけど、まあ、スイングトレーダーの人って1時間足とか4時間足日足とか、まあ、その辺のね時間軸を見ると思うんですよ。でそれをね根拠にエントリーするのになんか5分足とか15分足とかその辺のね買い足を見て、でそれのね上げ下げで含み益になった含み損になったってねもう短期の値動きで一喜一憂してしまうんですよ。もうねこれね絶対やってはダメです。
まあ、実際にね僕はそこで一喜一憂してたタイプなので、あのそのね解決方法があって、それがねあのチャートを見ないってことですね。まあ、例えばエントリーしたらもう最初の1時間はチャートを見ないとか、もうそれね自分のルールを決めてやらないと、あのどうしてもね、まあ、感情的になってトレードしてしまう部分があるんで、まあ、そういうねルールを作ってみるのがいいと思います。はい、というようなね負け組 FX トレーダーあるあるを5つね今回は紹介しました。皆さんどうでしょうか。多分当てはまってるものがあったんじゃないでしょうか。まあ、実際にねこの5つは僕が養分トレーダーだった時にやってた5つなので、まあ、本当にねあるあるだなっていうふうに思います。まあ、考えればねもっとあるんですけど、今回はね、まあ、5つだけに絞ってねお話をしました。まあ、皆さんはねぜひこの5つに気をつけて負け組トレーダーのあるあるにならないように頑張っていただきたいと思います。他にもね、こんなあるあるあるよっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。ということで、今日の動画は以上となります。バイバーイ。